1月6日の昼下がり、東京の新橋演舞場の前には青空の下、和装洋装で着飾った50人近いマダムたちの列ができていました。待つこと15分、そこに黄色い歓声を浴びながら登場したのは市川團十郎さん、市川ぼたんさん、市川新之助さんの親子でした。この日、新橋演舞場で新春歌舞伎公演平家女子の島親子の絆仲間源平の初日を迎え、公演を終えた3人を多くのファンが待ち構えていたのです。團十郎さん一家にとっては今年の初日とあって皆さんフォーマルなスーツ姿でした。でもサングラスをした團十郎さんの足元はなぜか厚底サンダルだったそうです。姿を現すなり團十郎さんは片手を挙げてファンに応える自信たっぷりな感じ。ただ大半のファンのお目当てはボタンさんと新之助さんです。團十郎さんの後ろでペコリとお辞儀をしながら照れくさそうに歩いていたのが対照的で可愛かったです。女性ファンの一人がファンたちからありがとうの声援が飛ぶ中、團十郎さんは子供たちを先に車に乗せ、最後にもう一度ファンたちに手を挙げ車に乗り込みました。前日の記者会見では古典歌舞伎の名作に新しい解釈と演出を加え、家族親子の絆を描いた今作品について聞かれた團十郎さんは、これ以上大きくなったらもうできなくなってしまう、この子たちとやるのは最後になっちゃうのかなと寂しそうに話しました。ボタンさんは今回の舞台について全部刺激的ですと答え、新之助さんはいや緊張はしますねと応じていました。そんな二人を見て團十郎さんは精神年齢は私が一番幼いと語り、報道陣へのリップサービスも忘れませんでした。一昨年、昨年、2年続けて歌舞伎界にとっていろいろありましたね。團十郎さんはやはり歌舞伎界の顔らしく、歌舞伎界のため、そして2人のお子さんのため、芸事にとても集中されています。今年こそ歌舞伎界にとって素晴らしい1年になってくれると期待していますと離縁関係者は語っています。今年も團十郎さん一家にかかるファンの期待はとても大きいですね。みんなで応援しましょう。ご視聴いただきまして本当にありがとうございます。